マルクスから学べることは何もない。なぜなら白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はアダム・スミスの動画に対してのですね、いただいたコメントへのコメント返信会ということでですね、配信させていただきたいと思います。はい、何の問題もなければシンプルに需要と供給で平準化がなされると感じました。ありがとうございます。ということで橋本さんですね、こちらこそいつも本当にありがとうございます。はい、それから需要と供給が経済の基本であることが分かりました。分からなくなったら基本に戻る大切な理論だと思いました、ということで、はい、キミさんですね、もうおっしゃる通りです。何かあったらすぐに基本に戻るでやっていきましょう。いつも感謝してます。本当にありがとうございます。はい、それからもう非常にシンプルですということでですね、もう村田博さんですね、はい、本当にその通りということで、もうシンプルイズベストでいきましょう。こちらこそですね、いつも感謝してます。本当にありがとうございます。はい、それから需要と供給で経済は決まる以上もう忘れません、ということで、もう本当にその通りです。はい、園さんですね、もう完全暗記でいきましょうと。結局経済っていうのは需要と供給で決まるんだと、もう完全暗記でいきましょうということで、コメント書いてくださって感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それから次ですね、元クリスチャンさん、クリスチャンさんですね。はい、この方はですね、私の認識がもし正しければ初めてコメントを書いてくださっているような感じがするんですけれども、このコメントの書き方は本当に最高です。はい、なんでかっていうとですね、私がこういう感じでコメント書いたらですね、すごく学びが深くなりますという話をしているんですけど、本当にその通り書いてくださってるんですね。だから感想、学び、気づき、質問ということで、例えば動画を見たら感想とか学んだこととか気づいたこととかね、あと動画を見て質問に、があればということで、私がですね、例を示してるんですけど、この元クリスチャンさんはですね、本当にその通り、感想はこれですと、で学んだことはこれですと、気づいたことはこれですと、質問はこれですということでですね、書いてくださっています。もうこの書き方をずっとしていらっしゃったらですね、もうどんどん学びが深くなっていきますので、もう本当にコメントの書き方としてはもう100点満点、最高の書き方をしていただいたというふうに思っています。はい、で本当の学びの過程っていうのはですね、もうとにかく周波理なんですよね。もうこれはもうね、今から500年以上前ですよね。日本で言えば室町時代のですね、もう世阿弥の時からもう変わらないわけです。何か本当に学びたいということであれば、まずは守りましょうと、でそして破りましょうと、そして離れましょうということで、周波理っていうのがもう基本中の基本なんですよね。じゃ学べない人っていうのは、結局どれだけやっても学べない人っていうのはどれができないんですかって言ったら、一番最初の主っていうのができないわけですよ。要するに守るっていうことができないんですね。いきなり自分のオリジナルでいくっていうことをし始めてしまうわけです。だから何を学んでも、何を聞いても、何を見ても、いや違うということで、自分の、考え方っていうのをいきなり、主張し始めてしまうということなんですよね。でもちろん自分の考えを主張するってこともすごく大事なんですけど、それをやり続けてると本当に10年20年30年経っても何一つ学ばないんですよ。結局自分が考えてることとか自分が信じてること以外のものっていうのは全部ただ排除するだけですよね。だから A さんが何か言いました、でも自分が考えてる信じてることと違うことを言った、 A さんは間違ってると、で B さんがまた違うことを言いましたと、そしたら自分が信じていることとか考えていることと違う、B さんは間違っていると、で C さんが何か言いましたと、で、それで C さんが言っていることっていうのは自分が考えていることとか信じていることと違う、だから C さんは間違っている。結局その人って、何も学ばないんですよ。結局、ただただ自分の、強い思い込みっていうか自我っていうのをひたすら強化し続けるということになるわけですよね。で学びで一番ね、はっきり言ったら難しいことっていうのは実は一番最初の主なんですね。まずは一回は、受け入れてみようっていう、その主っていうのが一番難しいわけですよ。ほとんどの人っていうのが、どれだけ10年20年30年学んだとしても学びが深くなっていかないのはまず主ですよね。守るってことはできないわけです。 A さんが何か言いました、そしたら、A さんの意見っていうのは自分が今まで考えてたこととか信じてたこととは違うんだけど、だけど A さんは A さんなりに何らかの理由があってそういう考え方、そういう言動を取ってるんだなと。だったらなぜ A さんはそういう言動を取ってるんだろうということで、一回相手の理解に努めるわけですよね。
そしたら A さんはなるほどと、 A さんの考え方とか A さんの価値観とか A さんの信念はこういうものだから、だからこういう言動をとってるんだなって言って初めて学びが始まるわけですよ。でもちろんね、それがね、結局 A さんの、まあ、例えば信念だとか考え方だとか価値観っていうのが理解できて、それで、まあ、例えば自分の考え方とか価値観とどっちが正しいとか間違いとかってやる必要ないんですよ ね全然やる必要ないわけですよ。ただね、自分と違う考え方の人はその相手には相手なりの信念とか考え方とか価値観が当然あるわけですから、一旦自分の考え方とか、ね、信念とか価値観っていうのを一回は脇に置いて、この人の考え方、この人の価値観、この人の信念ってどんなものなんだろうと、どういう信念、どういう考え方、どういう価値観からこういう言動をとってるんだろう、一回それを理解しよう、もしくはそれを一回自分にも受け入れてみようということで、まず守るっていう主っていうのから始まっていくわけですよ。そしたら A さんからも何か学ぶことができるし、 B さんからも何か学ぶことができるし、 C さんからも何か学ぶことができるわけですよね。だから一番最初にして一番大事なのは実は主で、ほとんどの人っていうのはこの主守るっていうのができないんですね。いきなり D なんですよ。いきなりオリジナルなんですね。私はこう思います、私がこういうふうに考えていますみたいな、もうそういうもうね、なんかこう自己主張だけと、 A さんが相手でも自分の自己主張、 B さんが相手でも自己主張、 C さんが相手でも自己主張、この人は何人に、ね、接したとしても何一つ学ばないと、学びが深くならないということです。だからまずは主なんですよね。まずは主守ると、ね、とりあえずこの人から何か学びたいなと思ったら、とりあえず一回自分の信念とか考え方とか価値観っていうのを一回脇に置いて、この人の考え方、この人の、ね、価値観っていうのを理解して、そしてこの考え方っていうのを一回自分に受け入れることができないかなっていうことでまず守るわけです、うん、そして、ね、徹底的に守って、まあ、いわゆる完全コピーみたいなのを測っていくわけですね。でも完全コピーを、ね、努力しても絶対完全コピーできないわけです、うん、完全コピーしようと 100% この人の脳ですよね、脳みそ、脳を 100% 完全コピーしようと、この人の脳を 100% 自分の脳にインストールしようと思っても絶対できないんです。絶対できない。100% インストールしようっていうふうに努力することはすごく大事なんですけど、たとえ努力したとしても、ね、例えばそれを、ね、ある一本の動画っていうのを100回、200回、300回っていう形で、ね、100回聞きしたとして、ね、この人の脳の、ね、考え方っていうのを 100% インストールしようというふうにしたとしても、やっぱり完全コピーはできないんですよ。やっぱり 100% インストールってできないんですね。100% 完全コピーを測って、100% インストールを測ったとしても、やっぱり 100% 完全コピーとか 100% インストールはできない。なんでかって言ったら、もうこれは他人だからということになります。はい、それはもうね、生まれながらの、まあ、遺伝子ですよね。DNA も違うし、生まれてからの最初の10年、20年、特に最初の14年間っていう自分の判断基準、自我っていうのを確立する時の、ね、最初の14年間の生まれ育った環境とか人間関係とか違うし、もちろん今までの、ね、過去数十年間の人生体験も違うわけなので、相手の脳を 100% 完全コピーして 100% 相手の脳をインストールでもらおうとしたとしてもやっぱりそれはできないわけですよ、うん、でやっぱり相手は相手の遺伝子っていうのがあるし、やっぱり相手には相手の最初の ね例えば三つ子の魂100までの最初の3年間とか、もしくは最初の自我っていうのが判断基準である自我っていうのが確立するまでの14年間とか、やっぱりそういった時の環境人間関係がやっぱり違うんで、 100% 完全コピーをしようと思ったんだけど、結局 100% 完全コピーはできないんですね。だから破らないといけないわけですよ。でも破ることができるのは何でかって言ったら、その前に守るっていうのを懸命に努力したからです。懸命に努力したから破るってことができるんですよね。でこれを懸命に努力してなかったら破れないわけですよ、うん、だからね、昔から型破りですよね。型破りっていう言葉がありますけど、型を破ることができるのは型を身につけた人だけなんですよ。要するに基礎基本みたいなのを身につけた、その基礎基本の型っていうのを身につけることができた人だけが型を破ることができるわけです。最初から何も学んでない、最初から型が入ってない、最初から基本が入ってない人っていうのは、そもそも破るための型がないわけですから、ね、それは型破りな存在にはなれないわけですよね。単なる型なしなわけですよ。もうだからその人の中には型がないわけですから、基本がないわけですよね。
だからその人は型なしということですよね。で、型破りな人になるっていうんだったら型を身につけないといけないわけですよ、うん、例えばお金の基本はこれだと、経済の基本はこれだと、資本主義の基本はこれだと、そういう基本っていうのを徹底的に、まあ、身につけないといけないわけです。それこそ音声を100回200回みたいな感じで100回聞きするとかって言って完全にこうね型を身につけて、そして型が身についたらその型を破っていくわけです、うん、だから破ることができる人は逆に型を身につけることができた人だけなんですね。そして最後に破った後に、じゃあね、例えばこの先生とかこの師匠とかこのメンターから離れて自分だからこそできることって何なんだろうって言って、やっとオリジナルを追求していくことができるわけです。で、これってもう500年変わってないわけですよね。室町時代の世阿弥の頃から宗派理とね、物事を何かね学んで体得していくっていうんだったら、まず守りましょうと、そして破りましょうと、そして離れてオリジナルを追求しましょうと。で、この宗派理っていうのはもう変わってないんですけど、ね、やっぱりね、21世紀2022年になっても本当に最初の種っていうのができる人なんて本当に 1% も 0.1% も実際はいないと。だからね、10人に、ね、から情報を得ようが、100人から情報を得ようが、結局10年やろうが20年やろうが何一つ学びは深まっていかないということになるわけですね。だから一旦自分とは違う考え方とか、自分と違う価値観とか、自分と違う信念の人を一回理解しようとして、一回自分に受け入れてみようと、一回この人の考え方とか脳を一回完全コピーしてみよう、もしくはこの人の脳を一回インストールっていう形でもらってみようみたいな、まあ、そういう種っていうのが本当に大事です、うん、だからそうした時に、まあ、今回書いていただいたコメントっていうのは、まあ、私がね、もし学びを深めていきたいんだったら、例えば感想とか学びとか気づきとか質問を書いてくださいと言ったら、本当にねですね、結局元クリスチャンさんは、まあ、書いてくださったということです。だから、まあ、宗派理って言った時に、主ができる、すなわち素直さこそ最大の知性ということですよね。一見ね、 A さんに出会って、ね、その人に反論できましたと、論破できましたと、 B さんに会いましたと、 B さんに反論できました、論破できましたと、 C さんに会いました、 C さんに対して反論できました、論破できました、そんなのは大した知性じゃないわけですよ。その人って結局ね、10人接しても100人接しても全然誰からも何も学ばないってことですよね。そうじゃなくて、A さんと接したら A さんから何か学べることがあるんじゃないかな、じゃあ A さんを一生懸命理解してみよう、ね、で B さんに出会いましたと、そしたら B さんから何か学べることがあるんじゃないかな、じゃあ B さんを一生懸命この人の考え方とか価値観って信念ってどんなもんなんだろうということで、どん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 ね、その相手を理解しようとしていくわけです。そうしたら A さんからも必ず何か学べることがあるし、 B さんからも必ず学べることがあるし、 C さんからも必ず学ぶことができる。結果的にはそういった人が一番ね、結局学んでいくことができるわけです。だから、まあ、その種ができる、守ることができる、そういう素直さこそ最大の知性ということです。だから、まあ、元クリスチャンさんはですね、もうね、私が感想、学び、気づき、質問、こういったことを書いていくと学びが深くなっていきますって言ったら、本当に感想、学び、気づき、質問ということで書いてくださったということですよね。だからもうこういう方は本当に100点満点ですし、もうどん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 ね、学びが深くなっていきますし、まあ、知性が、まあ、磨かれていくということです。もうだから最高の、コメントだったというふうに感じています。はい、白坂先生、今日も分かりやすく教えてくださりありがとうございました。感想、めっちゃめちゃシンプル、経済って買いたい人と売りたい人の2社の話、アダム・スミスのシンプルな理論に感謝ですということですね。で、学び、気づき、質問ということで、アダム・スミスの理論と実際の社会はちょっとずれている、実体社会の生身の人間は儲からない状態の不利益には納得いかなかったのですね。ここに自分の解釈入れてないわけですよ。白坂が説明した通り書いてらっしゃいますよね。で、独占完全競争市場が見えざる手のなせる技なら、完全競争市場下線も見えざる手の力が入っているの、働いているのかなと感じました。これが、ね、元クリスチャンさんの気づきということになります。はい、後者の見えざる手の正体は人の欲かなと思わされました。これが気づきの共有ということですよね。はい、で、アダム・スミスの理論通りにいかなかったのが人の欲というか、人が成長にこそ幸せを感じる生物だからだというのが新鮮でしたと。で、
強欲なんだから強欲なんだか向上心が旺盛なんだか捉えようは様々ですが、成長欲求という本能とが、尊いものと捉えていきたいですということですよね。でもこの方が学び、そして気づきということで、ね、共有してくださっているということです。そして質問ですよね。あと経済には政府は関係しない、政府は夜のガードマンという考え方もすっきりしていて好きです。経済を難しくさせてしまったのはアダム・スミス以降の学者たちということですが、カール・マルクスもその一人になるのでしょうか。これが質問ですよね。単純に経済に政府を関係させて難しくさせた一人ではないかと思っているのですが、以上何卒よろしくお願いいたします。もうパーフェクトです。もう100点満点、もうこれ以上ないぐらい、ね、素晴らしいコメントを書いていただいているというふうに思います。本当に心から感謝しています。もうね、どん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 学びを深めて、どん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 ね、知性を磨き続けていっていただきたいというふうに思います。もうこの素直さっていうのがもう最大の知性です。はい、ということで、まあ、質問をいただいているのでですね、もう誠心誠意お答えさせていただきたいと思います。はい、経済を難しくさせてしまったのはアダム・スミス以降の学者たちということですが、カール・マルクスもその一人になるのでしょうか。単純に経済に政府を関係させて難しくさせた一人ではないかと思っているのですがということで、はい、ご質問いただいたマルクスについてですね、まあ、今回は誠心誠意で回答させていただきたいと思います。はい、カール・マルクスという人ですね、まあ、資本論ということで、まあ、1848年に本を出版しているということです。で、日本で言えば江戸時代ですね。まあ、もう後期です。もう江戸幕府が、まあ、滅亡する、まあ、前ということですね。直前ということになります。はい。もうね、江戸の三大改革の最後の改革ですね。水野忠邦の天保の改革の頃ということで、もうね、1853年にはですね、アメリカからペリーが浦賀に来航してきますので、もう本当に江戸幕末という頃ですね。まあ、その頃に、マルクスという人は資本論という本を書いたということです。はい。で、まあ、最初に結論からいきますけれども、マルクスから学べることは何もないということです。はい、大事なことなのでもう一度いきますけども、マルクスから学べることは何もないということです。まずこれはしっかりと覚えておいてください。なぜならっていうことなんですけども、マルクスの理論は学者の机上の空論中の空論であり、単なる妄想に過ぎず、一人の寝言だからということですよね。まあ寝言っていうのは普通は寝てる間に言うものなんですけど、まあこの人の場合は起きてる間にも言ってしまったっていう感じです。はい。まあ寝てる間だけではなくて、起きてる間にまで寝言を言ってしまい、しかも本まで書いてしまったという、もう迷惑極まりない理論ということですね。まあそれが、まあ、マルクスの資本論であるということです。はい、なので、まあ、最初にもう一度結論からということなんですけど、まあ、マルクスから学べることは何もないということです。はい、でまあね、マルクスから学べることは何もないと、まあ、これをしっかりと、まあ、結論を先に前置きしておいた上で、一応ですね、マルクスの資本論っていうのを解説したいと思います。はい、でまずはよくある誤解はですね、まあ、マルクスの理論っていうのは社会主義の理論なんだっていうふうに、まあ、誤解されがちなんですけど、これはもう明らかに誤解です。そうではありません。実際はマルクスの理論っていうのは労働者を擁護する理論なんですね。だから資本家労働者って言った時に、労働者を擁護するための理論っていうのがマルクスの理論です。はい、でまあ、資本論ですよね。マルクスが書いた本のタイトルは社会主義論じゃないんですよ、ね、マルクスが書いた本っていうのは社会主義論っていう本じゃないんです。資本論っていう本なんですね。はい、なので、まあ、資本論っていうタイトルが示しているように、マルクスの興味関心っていうのはあくまでも資本主義にあったわけです。うん、だからマルクスは社会主義に興味関心があったわけじゃないわけですよ。そんなのには1ミリも興味なかったんですね。マルクスが興味関心を持ってたのはあくまでも資本主義に興味があって、その資本主義の問題点っていうのに興味関心を持ってたわけです。はい、でマルクスの関心っていうのは、まあ、今日は資本主義において、まあ、この人はヨーロッパの人ですからね、ヨーロッパの人なので、ヨーロッパで展開されていた資本主義において、資本家と労働者の間に格差がある、これが、まあ、彼の関心だったということですよね。この格差があることをマルクスは問題だというふうに、まあ、認識したということです。はい、でまあ、資本家はお金を提供してますと、一方労働者は労働を提供してますということですよね。でしかし長時間労働で低賃金の労働者は資本家から搾取されているとマルクスは考えたわけです。これ全部マルクスの考えですよ。そしてその搾取の構造を明らかにしようと妄想に妄想を重ね続けた。この人は学者ですからね。だからこの人は何かね、商品を企画して開発して原材料を仕入れて作って見込み客を集めて販売してアフターフォローなんかしてないわけですよ。全くそんなことはしてないわけです。ただひたすら学者として妄想して妄想して妄想に妄想
妄想を重ね続けたということです。はい、で以下すべてマルクスの妄想ということですよね。まあ、これ全部彼の頭の中で展開された妄想ということです。はい、まず、彼はどういう妄想を持ったかっていうと、商品価値っていうのは労働者による労働価値であると、ね、だから商品に価値があるっていうんだったら、それはなんで価値があるのかって言ったら、それは労働者の労働によって作られたものだから、だから商品には価値がありますと。商品の価値は労働者による労働価値なんですっていうのがまず大前提にあるんですね。はい、そしてその商品にどれだけの価値があるかっていうのは、その商品を提供するのにどれだけ労働者が労働したかと、っていうのが大事なんだということです、ね、その商品に価値があるっていうんだったら、それなんでそんなにその商品に価値があるんですか。いや、それは労働者がこんだけ労働して作ったものだから、だからその商品にはこれだけの価値があるんだよっていうふうに、まあ、マルクスは妄想したということです。そして少ない労働で提供されたものっていうのは、それは商品価値が少ない、低いですよねと。逆に多くの労働で提供されたっていうんだったら、それは商品価値が高いですよねっていうふうに、まあ、マルクスは妄想したということです。そして本当は8時間の労働で商品提供できるはずなのに、資本家は労働者を2時間、余計に10時間ですね、働かせているということです。まあ、繰り返しになるんですけど、今から150年以上前のですね、まあ、日本で言えば江戸時代末ということです。その時のヨーロッパということになるので、まあ、実際はね、まあ、10時間以上もっと労働者は働いてたということなんですけど、まあ、今回は仮に、まあね、8時間、10時間という数字を、まあね、仮定で入れています。実際のヨーロッパはもっと長い労働時間で労働者は働いていたというふうに考えられています。はい、本当は8時間の労働で商品提供できるはずなのに、資本家は労働者を2時間、余計に10時間働かせているということです。はい、よって資本家の利益の源泉、じゃあなんで資本家は利益を得ることができるのか、なんで資本家は、ね、儲けることができるのか、その利益の源泉っていうのは、労働者を必要以上に余計に働かせた2時間分の労働価値、ね、だから2時間分ね、余計に資本家は働かせているということです。だから10時間働かせているのに8時間分しか給料払ってない、だからその、プラス2時間っていうのが資本家の利益になってしまっているっていうのがマルクスの妄想ということです、ね、労働者は本当は10時間働いてますと。でも実際はその、ね、商品価値っていうのは労働者の8時間分ですと。でなると 10-2 で2時間分、まあ、資本家が自分たちの利益にしてしまっているっていうのがマルクスの妄想ということですね。はい、また労働者は必要以上に余計に働かされている2時間分の労働価値を資本家によって搾取されているということです。本当だったら8時間でいいはずなのに、ね、10時間働かされている、だから2時間余計に、ね、搾取されているっていうふうにマルクスは妄想したということです。だから搾取を終わらせて資本家と労働者の間の格差を解消するために、労働者を立ち上がれということで、今こそ労働者革命を起こすべしというのが、まあ、マルクスの、まあ、妄想ということです。まあ、はっきり言ったら寝言ということですよね。まあ、本当だったら本人が寝てる間に言わないといけないことを、まあ、起きてる間に言っちゃったっていう感じです。はい、まあ、このように、まあ、マルクスの関心っていうのはあくまでもヨーロッパ、そして資本主義にあったんですね。彼の資本論は、ね、まあ、資本論なので、資本主義をどうやったら問題解決できるか、修正できるかっていうことに興味関心があったわけです。社会主義の社っていう字すらで全く出てこないということですね。はい、そして当たり前のように、まあ、ヨーロッパ、そして資本家の全てから、まあ、完全無視されたということですよ ね。マルクスが資本論っていうのを出しましたと。資本主義にはこういう問題がありますと、ね、労働者が搾取されてますと、ね、だから労働者は、ね、労働革命を起こすべきであるというような、まあ、そういう、ね、主張を、まあ、本を通じてやったんですけど、まあ、ヨーロッパからも完全無視ということですよね。はい、まあ、それも当然といえば当然ということです。まあ、完全妄想ですから完全無視されるって当たり前のことですよね。まあ、その人はもうね、まあ、戯言を言ってるわけですから、寝言を言ってるわけですよね。うん、だから、まあ、一人の寝言に付き合っていられるほどみんな暇じゃなかったということですよね。まあ、完全妄想だから完全無視されたということです。はい、でマルクスの仮定っていうのは、まあ、すなわちということで、ね、商品価値っていうのは労働者による労働価値なんだということですよね。でその商品にどれだけの価値があるかっていうのは、その商品を提供するのにどれだけ労働者が労働したか、少ない労働で提供されたっていうんだったら商品価値は低いけれども、多くの労働で提供されたっていうんだったらその商品は商品価値が高いっていうのがマルクスの妄想ですよね。でマルクスの仮定のド頭ですよね、最初のド頭は、商品価値は労働者の労働価値なんだと、ね、労働者が少ない労働でやったんだったら商品価値は低いと、ね、労働者がたくさん労働して作られたものだったら商品価値は高い、だから商品価値
値っていうのは労働者の労働価値なんだっていうのがマルクスのね、仮定の一番最初のド頭ですよね。で、一番最初からおかしいわけですよ。もう一番最初の仮定がいきなりおかしいわけですね。だから以降の妄想っていうのはもうバカバカしすぎて正直見てられない。だから結論はマルクスから学べることは何もないっていうのを最初の結論として置いたわけです。もう妄想も妄想だし、その妄想するのもいいんですけど、一番最初の ね仮定がもういきなり一番最初のド頭の仮定からおかしいわけですよ。で、一番最初がおかしいからその後の妄想は全部おかしいっていうことですよね。だからもうバカバカしすぎて、でも正直見てられないっていうことです。はい、ね、商品価値っていうのは労働者の労働価値ってね、商品価値って労働者の労働価値なんですかと、商品価値って労働者の労働価値なんですかとね、商品価値っていうのは働く労働者次第で決まるものなんですかということですよね。まあ違うということですよね。もう当たり前です。もう商品価値っていうのはお金を出して買うお客さんで決まるものなんですよ。もうこれぐらいのことも分かんなかったっていうことですよね。まあ、だから学者っていうことなんですよ。だから机上の空論っていうことです。たとえ労働者が10時間働いて提供した商品だったとしても、お客さんが価値を全く感じなかったら価値は当然ゼロなわけですよ。人の役に立ってないわけですから。お客さんの役に立ってないですよね。だから価値はないんです。ね、こんなに頑張って作ったのにとかね、こんなに頑張って提供したのにとか、何の価値、ね、何の意味があるんだっていう話ですよね。お金を払うお客さんが価値を全く感じてなかったんだったら、それは労働者がね、8時間働こうが10時間働こうが12時間働こうが何の意味もないわけですよ。それはもう価値ゼロということです。当然だということです。一方、たとえ労働者が1時間の労働で提供した商品だったとしても、お客さんが価値をものすごく感じてくれたとしたら、価値は100万でも1000万でも1億以上にもなり得るということですよね。で、価値を決めるのはね、お客さんなんだということです。で、大事なことなんでもう一度言うと、価値を決めるのはお客さんなんだということです。まあ、こんな簡単なことさえわからなかった学者マルクスも、まあ、著者資本論も、まあ、歴史には残らず、そのまま静かに消えていくはずだったし、実際に消えていくべきだったというふうに考えています。しかし不幸にもね、まあ、消えなかったんですね。まあ、これはもう人類の不幸だというふうに、認識していますけど、まあ、残念ながら消えなかったということです。まあ、残ってしまってたということなんですね。はい、すなわち資本論出版の約70年後です。はい、ヨーロッパとは何の関係もなくね、だからマルクスってヨーロッパの人なんですよ。で、ヨーロッパの人で、ヨーロッパのマルクスがね、ヨーロッパで展開されていた資本主義にはこういう問題があるから、それはこういうふうに修正すべきであるし、搾取を終わらせるために労働者革命が起きる必要があるっていうことを言ってるんですけど、実際、まあ、彼の意図とは何の関係もなく、ヨーロッパとは何の関係もなく、資本主義とも全く関係ない、まあ、冷帯の、まあ、世界経済において、まあ、単なる片田舎国家の、一カ国に過ぎなかった、まあ、君主制ですよね。資本主義ではなくて君主制ロシアのノートたち、要するに奴隷です。そのノートたちに都合よく拡大解釈されてしまったことで、まあ、資本論っていうのは残ってしまったんですね。まあ、これは人類の不幸ということです。はい、すなわち、まあ、搾取を終わらせるために、まあ、労働者革命ではなくてノート革命ということで、まあ、ロシアのノートたちが盛り上がってしまったということです。はい、そうした時に、まあ、思想はマルクスが提供しましたと、ね。まあ、実際はマルクスはね、ノートを対象に、ね、主張したわけでは全くなくて、資本主義の中で働いている労働者宛にメッセージを送ってたんですけど、実際はまあ、ね、まあ、都合よく利用されてしまったということですよね。はい、だからまあ思想はマルクスと、で、指導者はレーニンと、で、実行したのはノートということになります。はい、こうして、まあ、マルクスの理論っていうのが勝手に拡大解釈された結果、1917年に、まあね、レーニンを指導者とするノートたちによる、まあ、君主を倒すというロシア革命が起こって、そして1922年ですね、世界初の社会主義国、ソビエト社会主義共和国連邦ソ連が誕生したということになります。はい、で、レーニンとノートたちに都合よく利用されたことで、まあ、マルクスと資本論というのは、まあ、歴史に残ってしまったということなんですね。もうこれも人類の不幸としか言いようがないということです。はい、ただ、まあ、社会主義思想の土台ですよね。まあ、そもそもレーニンとか、ね、もしくはそのノートの人たちっていうのが、まあね、社会主義国家っていうね、ソビエト社会主義共和国連邦っていうのを、まあ、作ったわけですけど、
その社会主義思想の土台っていうのが、まあ、マルクスの資本論であり、そして マルクスの資本論そのものが一学者の妄想による単なる寝言なので、だから社会主義国など最初からうまくいくはずもなくと、で寝言を元にして作ってる国ですからうまくいくはずがないということですよね、はい、でレーニンやスターリンなど旧ソ連の指導者たちっていうのは世界の誰よりも自国民です、ね、つまりロシア人がロシア人、まあ、ソ連人がソ連人をどんどん虐殺していったということですよね、はい、まあ、例えば、まあ、スターリンっていう人を一人取り上げたとしても、スターリンは、ね、たった一人で、ね、彼は250万人以上の自国民ソ連人を逮捕しているということです。250万人ですからね、ものすごい人数を実際に逮捕しているということです、はい、そのうち80万人以上は、まあ、処刑または獄死しているということです。だから、まあ、処刑された人または獄死した人、そのね牢屋の中でそのまま死んでしまった人合わせて80万人以上が、まあね、本当に亡くなっていってしまったということですよね、はい、でまあ、旧ソ連の指導者にとっては、まあ、社会主義思想の方が自国民一人一人の命よりも大事だったということですよね、まあ、戦争っていうのは基本的には自国民が他国民を殺すっていう、ね、ものが戦争で、まあ、戦争も絶対にダメなわけですよ、ね、戦争も自国民が、まあ、何らかの、ね、正義のために、ね、他国民と戦争をして他国民を殺すっていうのが戦争ですよね。でも実際ソ連で行われてたことっていうのは、ね、結局旧ソ連の指導者が自国民のソ連人を結局どん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 まあ、ね、虐殺していったと、逮捕して処刑したり獄死させていったということです。それはもう社会主義思想の方が自国民一人一人の命よりも大事だったというね、まあ、そういう悲しい歴史っていうのがあるということです、はい、ここでまあ一旦質問に戻ると、まあね、経済を難しくさせてしまったのはアダム・スミス以降の学者たちということですが、カール・マルクスもその一人になるのでしょうか。単純に経済に政府を関係させて難しくさせた一人ではないかと思っているのですが、ということなんですけど、まあ、今説明させていただいたようにですね、まあ、マルクスっていうのは別にね、その経済に政府っていうのをまあ持ち込んだ人じゃないんですね。資本家に対して労働者が搾取されてるから労働者革命が起きるべきっていうのが彼の主張だったということです、はい、で、まあ、マルクスはまあヨーロッパ全土から完全無視されたので、ね、まあ、経済学を難しくしたっていう人よりは、まあ、むしろ、まあ、旧ソ連の指導者や農奴たちに都合よく利用されてしまった、まあ、気の毒な人だったというふうに、まあ、個人的には認識しているということで回答とさせてください。はい、以上、マルクスはここまでで一区切りということで、まあ、再びコメント返信に戻らせていただきます。はい、白坂先生の話を聞いてより現実が見えた気がしますということで、まあ、晴天さんですね、ありがたい言葉をいただきました。コメント書いてくださって感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それから理論をそのまま適用したらリアルに考えると面白いことになるんですね、ということで、まあね、理論っていうのと実際っていうのがつながると本当に面白くなります。はい、風波くんすっごく面白くなりますので、ぜひぜひ学びを続けていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、それから先生いつもありがとうございます。自我の私はこれが好きでこれは嫌いではなく、何か世の中で困っていること、満たされてないことは何だろう、ただ需要は何なのか観察することが大事だと思いました。いつもありがとうございます、ということで、まあね、悦子さんは、まあね、YouTube チャンネルっていう形ではですね、まあ、お帰りなさいませということになるかなというふうに思ってます。まあね、もう毎日日々お世話にはなってるんですけれども、まあ、チャンネル自体にコメント書いてくださったのは、結構久しぶりかなっていうふうに認識しているので、まあ、あえてお帰りなさいませというふうにお伝えさせていただきたいと思います。まあ、需要は何なのか観察するっていうことを書いていただいているので、まあ、あなたに求められている真の需要は何なのかってね、ね、だからあなただからこそできることっていうのが本当のあなたにとっての真の需要なわけですよね。まあ、それを観察にを通じて、まあね、とにかく人生っていうのはまあ見極めていくっていうことがすごく大事になるということです。じゃあどうやったら見極めることができるようになるのかって言えば、まずはやっぱり情熱と冷徹っていうこの2つが両方必要だっていうことです。片方では真の需要っていうのを発見することができないということですね。だからまあ情熱っていうのはとにかくあなたにはあなたの、ね、大事なクライアントがいるので、だからそのあなたの大事なクライアント、目の前の本当に大事な人に対して全身全霊情熱的にですね、まあ、これまで同様ずっとですね、まあ、サービスを提供していってください。それと同時にですね、それと同時にやっぱり例えば事業をやってるということであれば、まあ、例えば売上であるとか利益であるとかですね、もしくは資産であるとか、まあ、そういう数字っていうのは数字は数字として感情
を全く入れないで冷徹にずっと観察し続けてください。この情熱と冷徹です。だからそのね、もう目の前の顧客クライアントたった一人に対して全身全霊でもう一生懸命目の前の人にね、とにかく少しでも役に立とうという気持ちで今あなたが持っている、まあ、全身全霊の全エネルギーでとにかくね、精一杯のサービス提供をこれまで同様続けていくと。だけどじゃあ売上はどうなんだろうと、利益はどうなんだろうと、資産はどうなんだろうっていうことは感情を全く入れないで数字は数字として観察し続けるということです。その両方を、まあね、情熱と冷徹っていう、まあ、言葉では矛盾してるんですけど、実際はコイン表裏であるこの情熱と冷徹っていうのを やり続けていったら、もうね、社会の中であなただからこそ解決することができるっていう、あなたにとっての真の需要っていうのを観察することができるようになっていきます。はい、ということでもうね、必ず夢を実現していってくださいということで、まあ、すなわちね、世界経済の中心地ニューヨークで必ずもう光り輝いていってくださいと、もう全力で応援しているということなので、もう絶対夢を叶えていただきたいというふうに、まあ、いつもいつも思っています。はい、ということで今回はですね、アダム・スミスの動画に対してのコメント返信会ということで配信させていただきました。ちなみに明日はですね、まあ、ケインズの動画に対してのコメント返信という形で配信させていただく予定にしています。こちらもですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんということで今日も一日張り切っていこう。